今日はですね、ショートプログラムの積み木の部屋の、衣装を着てやっていきます。で、今練習というか、いつもの練習をしてからやっていくんですけど、これは時空作りの、これまでの同じ練習です。フライングシットスピン。これはだいぶ良くなったんじゃないかなと思いますね。とても低くていいです。バタフライシットスピン。もうちょっとフリーレッグの足を上げていきたいです。難しい出方。続きまして、ウィンドミルからのサイドウェイズスピン。はい、こちらですね。ちょっと昨日よりも足が上がんなくなってます。どうしちゃったんでしょうか。サイドウェイズ、そしてほら、ねえ、なんだよっていう、また戻っちゃったのかなっていう感じがしますけど、このコンビネーションスピンも上半身もうちょっと平行にしてほしいなと思いますね。これは足に頭がくっついててよかったんじゃないかなと思います。バックキャメルからなんかね、ちょっともうちょっと落ち着いてほしいですね。ほら、今日は上半身の方がちょっと高いですよね。イーグルから前を向きながらのダブルアクセル、これは良かったですね多分。ダブルアクセル回転不足、トリプルトーループ、はい、そしてトリプルトーループ、次トリプルトーループ、トリプルトーループ、3回転、やりましたね。またちょっと、はい、やることを少しできることがちょっと増えたんじゃないでしょうか。トリプルループ、もう一回トリプルループ、ダブルトーループ、トリプルループが回転が足りない。そしてトリプルフリップ、これもトリプルフリップがちょっと怪しいですね。トリプルルッツは踏み切りがロングエッジ、でも回転はまずまずだったかと思います。まずはですね、今日はテクニカルプログラムの、虹の方から見てきて、後で、ショートの衣装を着ながらああだこうだ言っていきたいと思います。トリプルループ、そのままトリプルサルコーです。どうしてもトリプルサルコーの回転が足りないことがずっと続いてますね。そしてトリプルフリップを狙ったんですけど、途中で回転がほどけてしまいましたね。バタフライシットスピン、これも2つ目のポジションがちょっと回転が足りなかったと思います。これもトリプルルッツだったんですけど、さっきのトリプルフリップと同じ失敗の仕方をしてますね。ダブルルッツになっちゃいました。そして今日はビールマンスピンが昨日より良くなくなってましたね。まさに3歩進んで2歩下がってるかなという感じです。あ、僕はポエマーじゃないですからね。はい、トリプルトーループ、ダブルトーループ。最近フィギュアスケート界でね、解説者が話題になってるんですよね。僕も、見習っていきたいと思うんですけど、はい、これを敷きます。ブラケットから、はい、ダブルアクセルオイラーからダブルフリップ。何を持ってかですね、さっきフリップがダブルになったんでトリプルフリップにしようとなんか頭の中で思ったんでしょうね。オイラートリプルフリップ狙おうと思ったんですが、ダブルフリップですら回転が足りないと思いますね。下手したら本当もう、ジャンプしてなかったんじゃないかって、今のところ振り付けをちょっと、変えてみましたね。手がね、上がってましたよね。
ただ今日はちょっとフリースキー全体的にあまり良くなかったかなと思います。ちょっと、キレがなかったかなと思うので、また明日以降頑張っていきたいと思います。はい、こんな感じです。続きまして、はい、これですね。ちょっとね、明かりがね、見づらいですよね。こんな感じなんですよ、衣装。積み木の部屋、ショートなんですけどね。まあ、積み木の部屋だから、まずまず曲に合ってそうな感じはするんですけどね。トリプルループ、ダブルトーループ。まずまずなスタートだったんではないでしょうか。表情もいいですね。アウトのイーグルからダブルアクセル、うん、いいですね。今日衣装を初めて着てやったんですけど、そしてビリッといかないか、ビールマンスピンいきますよ。ちょっとね、今日は足が上がんないですけど、ビリッといきそうで怖かったですね。あのサイズはまずまずだったんじゃないかなと思いますけどね。ちょっと明るいので、暗いとこでもう一回撮んなきゃ、衣装の良さが、衣装の感じが分かってこないですね。この辺の振り付けは良かったかなと思います。はい。あ、見てください。お腹のところが変になってる。みっともないね、これ。うん。お腹のピンクのところが出ちゃってみっともない。これは恥ずかしい。ちょっと閲覧注意ですね。題名に書く。サムネイルでもいいので。これをちょっと直さなきゃ、ほら、背中もあんな出ちゃって、ちょっとおかしいですね。うん。どうしよう、ボタンをズボンにつけて、ピンクの衣装と合わせてあげればいいのかなと思うんですけど、ほら、見て、あんなに、出ちゃって、うん、ちょっとやっぱみっともない感じですね。お腹のところがおかしいので、そこをちょっと対策していきたいと思います。はい、こんな感じです。では感想いきたいと思います。はい、それではですね、こちらの衣装を、使って着てみて、積み木の部屋を、滑ってみた、この感想をちょっとお話ししていきたいと思います。まずですね、このね、色合いですね。色合いがね、やっぱ全体的にそのやっぱ完成だなというふうに感じますね。うん、まあ、こちらがちょっと、まあ、イタリアンチックと言いますかな感じなんですけど、こっちがちょっとこう、まあ、貴族的な生地、貴族生地みたいな感じ、貴族風なこの生地なので、これとこれのメランジェミックスっていうのはまあ合いませんねというところですね。うん、であとはこちらですね、こちらのインド生地、うん、このインド生地のこの茶色とこれはね、うん、このシック、これはまあそんなには悪くなかったかなっていう感じがありますけど、まあパーフェクトではないかなと思っています。はい、で、この黒のレザーに関しては、まあその、まあでもそうですね、夜ね、もう一回撮影していかなければいけないかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと友達とかにも指摘されて、そうですね、まあまあ、このピンクと黒は非常に良かったかなと思うんですけど、これとこれとこれですね、この黄色のところをちょっとマッチングしちゃうと、ちょっといろんなあまりまあ良くはない感じは僕もしたので、まあ、そこがちょっと課題かなと思います。で、演技中に、まあ、お腹ですね、ここがねかなりこうガーってこう出てきちゃうんですよね。うん、でそうするとまあみっともなすぎるので、ちょっと対策を取りたいと思っています。ここにですね、ちょっとボタンをつけて、ズボンのとことつけてですね、これがはみ出ないようにしていくっていう対策をするといいかなと思うんで、まあ、そこをちょっとやっていきたいと思っています。はい、であとはそうですね、まあ積み木の部屋っていう曲でもあるので、まあ、これはそんなには変ではないかなと思うんですけどもね。うん、まあ、はい、
ある記事の中からやって、そしてこう、まあ、衣装裁縫男子をこう再開していくっていうところを、まあ、目的に今回始めたというのがあるのでね、うん、僕としてはまあ満足かなと思うんですが、点数上げるとすると、まあ、60点くらいかなと思います。はい、でこれがもしもねずっとやってきてこれだったらちょっとね点数が下がっちゃいますけど、今回は裁縫男子を再び始めるっていうところ、ね、を感じに、まあ、あの病院のところから作成をしてきたので、そういった意味ではね、まあ、今回これで良かったかなと思いますね、うん、ただこれ以上ねごちゃごちゃつけたりするとおかしくなっちゃうんで、まあ、赤い花とかをつけたりとかすると逆にちょっとおかしくはなるかなと思います。なので気になるのは、あとここですね。このお腹がはみ出ちゃう。これが何ともみっともない感じがあるので、まあそれしっかりこう対策を していけば、あとはそうですね。あんまりやんなくてもいいかなという感じはしますね。ただ、ここですね。この辺がもうちょっとなんかあったらいいかもしれないので、そこら辺をちょっともうなんかちょこちょこ工夫していけばいいかなというふうに考えています。はい。というわけで皆さんありがとうございます。こんな感じです。